銀杯さんはね、ギャグみたいなもんだから。ゲルギが言ってるから間違いなく嘘。前も刺されて入院してるって台本組んでたから。4月5日うなちゃんまが永眠しましたっていうツイートに対しての引用の部分の引用リツイート、はい。疑い深い人間だからね。ちなみにそれ本場なんですか、台本組んでたっていうのは。いや、これはちょっと知らない。リスナーさんどうなの。入院してて、前も刺されて入院してる台本組んでたからって、これはどうなの。これは本当に組んでたの。あ、本当なんだ。ああね、ゲルゲさん、石川紀之さんのところで言ってたらしいね。まあ、ご冥福お祈りしますか、じゃあ。まあでもさすがに嘘じゃないと思うよ。だって嘘だったら字幕つけてやるんじゃない。ツイートだけして処してるのね。むしだって仲もいいわけじゃないしね、2人は。仲悪いでしょ、そもそも。ギャリケさん、ナサノさん、それに乗っかってやるリスクを考えると批判もあるしね。バイさんは逆乗っかりする人間だからね。だからこれツイートでさ、トレンド入りしたんだけど、佐野さん死亡っていうの。あ、トレンド入りしてましたね。今回もするだろうね、マジで。思い入れある佐野さんとの。いや、自分はもうほんま一瞬しか会ったことないんで。あ、そうなんだ。絡みもないよ、電話とか。あ、夫人さん通して話したことあります。あ、そうなんだ。その時どうだった様子は。あ、夫人さんじゃなくてタマちゃん通して。あ、タマちゃんなんだ。話したことあるんだ。本当だと思うよ。嘘つき必要性ないからね。そうだね。これこうやって一人一人がまたいなくなっていくんだよ、うん、いや、悲しいし寂しいよ、マジで。目っぽくなっちゃったね、予算の件でやってたけど。まあそれしゃあないですよ、ね、楽しいってのはね。今1ヶ月に1人が配信がなくなってるペース。まあそれはもう仕方ない。一番の生配信の功労者だからね、うなちゃんマンって。その築き上げてきたからね、配信を、うん、ね、登竜門だったもんね、ニコ生の。佐野さんと絡めは有名になるぞとか、あの佐野さんの絡んでる人たちはもういっぱいいるよね、教え子たちは。桃奈々ちゃんでしょ、やってたよね、佐野さんと桃奈々ちゃん。あとはなんかゆいがさんとか、はい、教え子でしょ、ゆいがさんも。あとはなんかなんだっけね、バーのやってた人たちもそうだよね、きっと。なんだっけな、バーの名前、D プラスだっけ。 D プラス、懐かしい。 D プラねえ、見たけど、佐野さんがね、なんかやってたやつ、佐野さんがやってたというか関わってたやつね。あとなんか囲いもいたよね、佐野さんの囲いの、そのなんとか軍団みたいな、なんだっけな。もう見たんだよ、ニコ生で。めっちゃ佐野さんの歴史を、あ、珍味団、珍味団の昔の話で、高い時計もらったとか100万もらったとか、そのよく聞かされてたわ、お店の時に。やっぱ子さんのニコ生の人が多いね、リスナーさん。こんなん知らないよ、珍味団とか。ニコ生時代じゃないですか。そう、ニコ生時代からね。あと一番言うのは、ネタになったら嬉しいなみたいな。ああ、わかる？楽しいぞ、楽しいぞ。ネタにな通報されたらネタになる。うん、だから町会議のなんか予告だっけ？スティッカムですね。スティッカムのなんかお祭りみたいなのに包丁持って、うだうだ言ってやったよ、ぶっ殺すからよって言って。
カニ踊りね。まあでもね、うん、すいません、ご冥福をねお祈りします、おなちゃまさん。